マクヘンリー軍はアメリカ合衆国イリノイ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は30万8760人であり、2000年の26万77人から18.7%増加した。さらに2011年の推計では32万7533人となり、2010年から6.1%増加している。 軍庁所在地はウッドストック市であり、同軍で人口最大の都市はクリスタルレイク市である。マクヘンリー軍はシカゴ大都市圏に属しており、人口では州内第6位である。昔から農業とレクリエーションの場として知られたが、最近は準郊外化と都市化が急速に進んでいる。マクヘンリー軍は1836年に クック軍とラサール軍の一部を合わせて設立された。軍名はインディアン戦争で戦い、1835年にバンダリアで死亡していたウィリアム・マクヘンリー少佐にちなんで名付けられた。当初の領域は東のミシガン湖まで伸びており、その中心にあったマクヘンリーの町に軍庁所在地が置かれていたが、1839年に東半分はレイク軍創設のために分離された。 ジェラルド・フォード元大統領の母、ドロシー・エアー・ガードナー・フォードと母方の祖父、リーバイ・アディソン・ガードナー、および母方の祖母・アデル・オーガスタ・エアー・ガードナーは、軍内ハーバード近くで生まれた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は610.81平方マイルであり、このうち陸地603.17平方マイル。 水域は7.64平方マイルで、水域率は1.25%である。近年、群長所在地である、ウッドストック市の平均気温は1月の下市11度から7月の下市85度まで変化している。過去最低気温は1979年1月に記録された、月間降水量は2月の1.29インチから6月の4.56インチまで変化している。 マクヘンリー軍は、アメリカ合衆国中西部の北部と同様に、暑く湿潤な夏と、寒く雪の多い冬となる。強風、吹雪、雷雨、竜巻、洪水が起こりやすい。1965年のパームサンデー竜巻、1967年の吹雪、1967年のベルビディアオークローン、竜巻、1979年の吹雪、 1999年の吹雪、2006年の北アメリカ暴風雪、2007年の中西部洪水、2008年1月の連続竜巻、2011年の吹雪などが起こってきた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マクヘンリー軍政府は主に軍庁所在地であるウッドストック市にある。軍政府センターは、 ウッドストック市北端の修道47号線沿いにあり、軍事務所と司法施設が入っている。州の機関がいくつか、ウッドストック市内に地方事務所を構えている。マクヘンリー軍は昔から共和党の強い地盤だった。過去50年間は大統領選挙で共和党候補者を支持してきた。2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュに それぞれ五五十八点パーセントと五十九点七二パーセントの支持を与えた。しかし、二千八年では民主党のバラク・オバマが五十二パーセントの支持を得た。アメリカ合衆国会議員選挙では、イリノイ州第十六選挙区と第八選挙区に属し、どちらも共和党議員を送り出している。イリノイ州上院議員選挙では二人ともに、共和党員、下院議員選挙では、 民主党一人と共和党二人を送り出している。選挙で選ばれる軍役人の大半は共和党員である。1967年に設立され急速に成長しているマクヘンリー軍カレッジは軍従人の大半に利用されている。全日制学生は2000人、定時制学生は5800人にいる。主キャンパスはクリスタルレーク市の北西側。 アメリカ国道14号線沿いにある。二次的な施設がクリスタルレイク市とマクヘンリー市にある。軍内には多くの教育学区がある。またいくつかの高校もある。大型の高校はマクヘンリー西高校と東高校、ジョンズバーグ高校、ウッドストック高校、ウッドストック北高校、プレリーリージ高校、クリスタルレイク高校、クリスタルレイク南高校、 キャリーグローブ高校、ハリーリー・ジェイコブス高校、ハントリー高校である。すべてフォックスバレーカンファランスに属している。ハーバード高校、リッチモンド・バートンコミュニティ高校、マレンゴコミュニティ高校はビッグ・ノーザン・カンファレンスに属している。アルデン・ヘブロン高校、フェイス・ルーテラン高校、マリアン・セントラル・カトリック高校が私立高校である。マク・ヘンリー軍は 幅広い病院体系の位置と近接度の上に、医療の重要な中心として評判が高まってきている。病院は、マーシー・ハーバード病院、マク・ヘンリー氏のセンテグラ北入りの医療センター、ウッドストック氏のセンテグラ記念医療センターがある。ハントリー村のセンテグラ病院や、クリスタルレーク氏のマーシー病院を建設する計画も、ある。プロベナ・アドボケートシャーマンも群内で、 強い存在感があり、近接するエルジンやバーリントンで病院を経営している。マクヘンリー軍の経済は製造業、金属加工業、メディア開発と印刷業、輸送機器、農業、医療、教育、小売り、食品生産、物流、及び技術で成り立っている。主要雇用主は、クリスタルレーク、アルゴンキン、ハントリー、マクヘンリー、ウッドストックの町にある。 軍南部は J.N. アダムズ記念有料道路に沿った商業地域であるゴールデンコリダーに入っている。マクヘンリー軍はショッピングに幅広い選択肢があることで知られている。マクヘンリー、クリスタルレイク、アルゴンキントレイクインザヒルスは小売り地域として確立され、郊外大型店、専門店、レストランなどがある。軍内には大型ショッピングセンターがないが、軍協会の外にはいくつかがある。 ライフスタイルセンターのアルゴンキンコモンズとアルゴンキン、カレリア、ハントリープライムアウトレット、およびウェストダンディにある屋内型のスプリングヒルモールである。さらに、軍内の歴史ある、中心街にも特徴ある店舗や飲食店がある。ウッドストックスクエア歴史地区、リッチモンドとヘブロンのアンティークショップ、クリスタルレークとアルゴンキンの中心街など、住民や観光客に利用されている。 マクヘンリー氏のグリーン通りも人気がある。軍全体がマクヘンリー軍自然保護地域となっており、軍内の土地の自然を保護し、住民にレクリエーションの機会を提供している。この地区はマクヘンリー軍プレイリーパスも運営しており、リッチモンドにあるウィスコンシン州との宗教から南のアルゴンキンまで自転車道があり、フォックス川自転車道と接続して南のオーロラまでつながっている。 さらにフォックスガートチェーンオーレイクスでは、船遊び、釣り、水泳などの水遊びが楽しめる。モレーンヒルズ州立公園とチェーンオーレイクス州立公園が群内にあり、水域に近い。その他クリスタル湖、ワンダー湖、マッカロム湖などもある。群全体に、公園、ゴルフコース、カントリークラブなどもある。スキー場としては、 フォックスリバーグローブのノルディックジャンプ場とアルゴンキンのバッファロースノーボードパークがある。さらにフォックスリバーグローブのウィンディシティバルーンポートはフォックスリバーバレーの熱気玉乗りが楽しめる。マクヘンリー軍では活動的な芸術と演劇の場がある。歴史あるウッドストックオペラハウスやクリスタルレークのラウエン芸術センターでは特徴あるプログラムを提供している。さらに アルゴンキンはその大衆芸術プログラムで知られ、年間を通じて地域社会の作品を展示している。写真撮影や映画撮影にも適している。1993年の映画、恋はデジャブはウッドストックで撮影された。ユニオンのイリノイ鉄道博物館やマクヘンリー軍、歴史博物館、ウッドストックの旧軍庁舎、さらにオーソン・ロジャーズ帝、ジョージス・テイクニー帝、 チャールズ・ H ・ヒバード邸、ター・ウィリガー邸、白爵邸、ドール邸宅などの歴史的な邸宅も見応えがある。軍内では1年を通じて様々な祭りがあり、その中心はウッドストックで毎年8月の1週間を使って行われる軍祭である。多くの町も年中それぞれの祭りを開催している。ウッドストックのグラウンドホックデイズ、ハントリーの秋祭り、レイクインザヒルズの サマーサンセット祭、クリスタルレークのガラ祭、ハーバードのミルクデーズ、マレンゴのセトラーズデーズ、キャリーのキャリーデーズ、アルゴンキンのファウンダーズデーズ、マクヘンリーのフィエスタデーズなどである。アメリカ国道や修道が群内を通っている。アメリカ国道は20号線、14号線、12号線であり、修道は23号線、173号線、120号線。 176号線、47号線、31号線、62号線である。交通量の多い群動では、ランドール道路、アルゴンキン道路、ウォークアップ道路がある。週刊高速道路90号線が群内を通っているが、群内にはインターチェンジがない。週刊高速道路94号線は、群の東、レイク群内にある。 その軍域内で直接週間高速道路にアクセスできない軍として、国内では最も人口の多い軍でもある。住民は南にマイルの県軍にあるインターチェンジから90号線を利用している。鉄道では、シカゴ中心街とを結ぶ通勤線メトラがある。軍内には7つの駅があり、そのすべてがユニオンパシフィックノースウェスト線にある。バス交通ではペースがあり。 三つの定期路線がある。またオンデマンドバスもある。レークインザヒル空港は一般用途空港であり、軍北部の DC 空港とガルト空港も同様である。シカゴ・ヘア国際空港まで軍内から30ないし40マイルあり、ミルウォーキーのジェネラル・ミッチェル国際空港は50ないし60マイル離れている。繁華な貨物空港のシカゴ・ロックフォード国際空港は 限られた量の旅客定期便があり、軍中央から42マイル西にある。マクヘンリー軍はその全体が、シカゴメディア市場の中にあり、ニュースや情報は、シカゴのテレビ局、ラジオ局、新聞社から入ってくる。軍の最北部や最西部はそれぞれ、ミルウォーキーとロックフォードのメディア市場に入る。ラジオ局は、FM 放送が、ウッドストックの WZSR、AM 放送が、 クリスタルレークのウェイトがある。発行部数3万9000部のノースウェストヘラルド紙が主要新聞であり、クリスタルレークで印刷され発行されている。シカゴ都市圏からは、シカゴトリビューン、シカゴサンタイムズ及び郊外部向けのデイリーヘラルドが入手できる。各月間の雑誌、マク・ヘンリー・グン・リビングが軍内で発行され、地域中人数万人と事業に配られている。他にも、 個々の町を対象にした週刊発行物がある。ありがとうございます。